皆さんご存知ですか？幸せな人だけが実行している7つの開運習慣があること。どうも皆さんこんばんは、奥チャンネルだー。今回なんですけども、幸せな人が行っている7つの開運習慣、こちらのお話していきたいと思います。ねー、はい、今回なんですけども、あなたの周りに生活的に豊かで、金銭的にも豊か、そして日々ニコニコして幸せそうな人って一人や二人いらっしゃいませんか？ね、そんな方々、羨む気持ち非常にわかります。そう、ただですね、正直何の差があるのか、それは裕福であるということではなくですね、実際問題、そういった風に見える方々も小さな努力を行っております。それが今回お話する7つの開運習慣、これを行っているから皆様そういう風な振る舞いができて、実際そうなっている、そういったお話なんですけども、今回こちらのですね、幸せな人が行っている7つの開運習慣、こちらのですね、解説やっていきたいと思います。はい、では行きましょう。今回ですね、7つの開運習慣、こちらのお話していきたいと思うんですが、まず1つ目、こちらですね、有料な睡眠をとる。これ非常にね、最近もね、注目されている内容だと思いますが、まず健康、記憶、美容、幸福度などですね、あらゆる視点から見ても一晩で7時間から8時間の睡眠をとる必要があるそうなんですよね。で、ある調査によると、気分が良いと感じる日の平均睡眠時間は 7.1 時間だそうですね。で、逆に気分が悪いと感じる日の睡眠時間というのはなんと 6.6 時間であるというですね、調査結果が報告されているんですよね。睡眠時間平均ですね、4時間を、6日間続けるとですね、健康な30代の成人男性だったとしても生体反応が60歳レベルまで低下するというですね、エビデンスが出ているそうなんですけども、これめちゃくちゃ怖いよね。これ案外睡眠時間って短い方がなんか頑張ってるよねみたいなイメージあると思うんですが、これ実はね、間違いなんですよね。そう、頑張ったからって必ずしも成功してるとは限らない、開運してるとは限らない、いい生活を送れてると限らないというね、感じで出ているんですね。で、最近ではまあ先ほども言いましたよね、この流行ってるよねっていう話で、睡眠負債という言葉が注目されておりますが、睡眠不足が借金のように長期的に蓄積されることで、睡眠の債務超過に陥るというね、状態になっちゃうよということなんですけども、睡眠の質が低下するだけではなく、うつ病や認知症などの疾患を発症する恐れがあると言われております。たとえですね、忙しい毎日だったとしてもね、1日のスケジュールをしっかり見直して、そして極力時間を絞り出して肉体的そして精神的なケアのためにも良質な睡眠を確保するのが非常に重要だとね、おっしゃっているわけなんですよね。そうで、これ結構僕実体験あるんですけども、でまず一つ目なんですけど、やっぱり睡眠時間が短い時、結構僕 YouTube やっていて編集やっていて、結構でも全部やるんですよね。もちろん本職の、仕事もこなすという形の生活をずっと繰り返しているんですけども、やっぱりね、例えば編集に手間取ったり撮影が遅れたりとかこうすると、自然と寝る時間ってどんどん遅くなるんですよね。一番遅い時とかで3時とか4時ぐらいになっちゃうんですけど、でもちろんそれで本職の方の時間に合わせて起きるわけじゃないですか。でやっぱちょっと精神的にちょっと不安定になったりするところはあるんですよね。そう、そこをちゃんとコントロールしていくのって非常に難しいことだなと思っているんですけども、まあこれがまず一つですね。でもう一つ、これね、こう大きな原因それなのかわからないんですけど、僕別でですね、グレーヘア研究所という動画をやっているんですが、そう、僕多分ね、年齢にしてはすごくね、白髪が多い方だと思うんですね。でこれも、結構 YouTube 歴も長いもんですから、なんじゃかんじゃ、睡眠時間を削って時間を生み出してなんとか活動してるよということで、まあ別に楽しいからいいんですよ、僕的には非常に楽しいからやっているんですけども、ただやっぱり体がね、変化の一つとして多分ね、これがそうなんじゃないかなっていうね、実体験、この2つ、実際僕も感じておりますので、やっぱり良質な睡眠ね、非常に重要だと言えますよね。
はい、では行きましょう。2つ目ですね、少しの運動で気分が明るくなるということなんですけども、わずか20分ぐらいの軽い運動でも2時間から12時間後に至るまで、いつもより良い気分で過ごすことができるとね、言われているんですよね。で、デューク大学という大学があるんですけども、こちらの方の医学部が行った実験では、短時間での軽い運動は病院で処方されているうつ病と同じぐらいうつ病の予防の効果があることが証明されているということなんですね。で、運動する日を増やせば増やすほど元気が出てストレスは減り、幸福度は向上するので、落ち込んだり、悩みを抱えている時には、体を動かすことは非常に効果的だと言われております。そう、そしてさらにですね、運動することで幸福度だけではなく、ボケ防止、生活習慣病の予防にもね、高い効果が認めておりますということで、エビデンスが出ているんですけども、まあ、ただね、これに関しては言わせていただきたいのが、僕も結構割と、YouTube ね、始める前はもうバンバン筋トレやって、バンバンジョギングで、もうジョギングね、もう週3、週2ぐらいで10キロとかぐわーっつって走ってたんですよ。で、家でできる、荷重トレーニングっていうのを始めようと思って、イージーバーっていう、ちょっとこう、斜めに、こういうね、こういうバーがあるんですよ。こう、ダンベルの棒みたいなやつがあるんですけど、それ買って、スクワットね、もう、1日100回。で、一応ベンチみたいなところで、こう、自分で自重で、その、イージーバーをベンチプレスなんてね、もう週2回はやるぞっつってね、やっていたんですけども、これに関しては、これをね、毎日欠かさずやるぞと、継続するんだ、俺はムキムキになるんだ、エグザイルになるんだとね、思って決めてやりすぎてしまうと、かえってストレスに、なってしまいますので、1週間に数回で、大丈夫なんですけども、無理なく長く続けるものを取り入れることを目標にすることは非常に大事ということなんですね。そう、これ結構いらっしゃいません？多分一番僕エグいなと思うパターンっていうのが、例えば運動してなかった人がちょっとずつ運動始めようよと思って始めるのは、これ全然オーソドックスなんですけど、もっと結構バリバリガチガチバキバキにやってた人が一旦やめちゃって、そっからもう一回やるぞってなった時に、小さなとこからコツコツとやらなくて、いきなり、いや重いやつしか効果ねえよーっつって、ダンベルいきなり80キロとか上げちゃったり、俺は10キロ走り切れるんだっつってやっちゃうことの方が意外と続かないんですよね。そう、だから最近僕もちょっと、運動をね、少しはやるようにしているんですが、まあ、休みの日の午前中、朝に起きて、ちょっと頭を起こしてから、まあ、できるだけ3キロから4キロぐらい、これをしっかり走り抜けようよと、もうとにかく非常にね、ゆっくりでもいい、とにかく乾燥するんだぐらいの感じで、運動初心者だと思い込んでやるようにしてます。じゃないと多分ね、再戦もそうだし、続かないし、とにかく筋肉痛、痛すぎた続かないよねっていうようなことを、僕も実体験はあります。はい、では行きましょう。3つ目ですね、人と関わる、これね結構大事ですよね。意外と、いやもう今はいらないよ、そんな時代じゃないよ、そんなことないんです、これ大事なんですよ。はい、じゃあ、毎日ですね6時間以上人と関わる時間を持っていると、幸福度が上がり、ストレスや不安は小さくなると言われております。そして脳の発達には人と関わることが、非常にですね不可欠だと言われておりますね。で、例えばなんですけども、遊具や仲間がいる環境で育てられたマウス、ネズミですね、マウスはそうでもないマウスに比べて脳が発達していることが分かっております。そしてさらに、グループや組織に属していない人がそれらに加入することにより、その人が、今後1年間死亡するリスクは半減するというですね、研究結果も報告されております。そして一方でね、一人暮らしの人はその環境そのものがうつ病のリスク 80% 高めるというんですよね。で、人間は社会的な生き物という観点からも、何かしらのコミュニティに属することを
必要性があるんじゃないかというふうにね言われているんですが、まあこれはね実際僕実体験持っていて、で一人暮らしを始めた時に、まあ地元の友達とかとはもちろん友達関係はずっと続いていたんですけども、やっぱり、会う頻度っていうのは変わってきますよね。で、例えばじゃあ地元で今飲んでるんだけど今から来ない、じゃあすごく離れた距離に住んでるの、じゃあ今から行くわって毎回言えないわけじゃないですか。明日が休みだったらちょっとお前に勤めてねとかっていう風にお願いすることが、できるんですけども、やっぱり毎回遠くて次の日は仕事もあるしっていう風になるとそういうわけにもいかないということで、だん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 付き合いが減ってくるんですね。その仕方なくね。で、ただそうなってくると誘われる回数も減る。もうこれ仕方ないじゃないですか。あいつは多分明日仕事だし、家も遠いし呼んでも来ないよね、だから呼ばないよねっていう、これに関してはもう不自然な流れだと思います。そう、ただでも呼ばれないこちらからすると人とちょっと関わりがどんどん減ってきて、一人暮らししてる、朝起きる、仕事行く、帰ってくる、身支度する、ご飯作る、寝る、これの繰り返しになるんだね。が増えてくるんです。そう、だから僕が始めたのは、できるだけこの自分が住んだ町で知り合いを増やそうということで、まあ飲み屋さんとかに通ったりして、で町の中の知り合いを増やしていこうみたいな、コミュニティの中入っていこうみたいなことをやったんですけど、だいぶ変わりますね。寂しくなくなるのと、なんか変に家の中でずっと無駄なことを考える時間が減ったりとかするので、やっぱり楽しい時間って非常に必要だなと思います。そしてまあ近年だとまあいろいろあるわけじゃないですか。あの Twitter とか YouTube もそうですし、まあ Facebookまあいろいろあるんですけども、まあ、それでは何かをに属したりコメント入れたりするのも一つですし、まあオンラインサロンとかっていうね、コミュニティもありますから、そういったところに属しているのも一つじゃないかなと僕は思っております。はい、では行きましょう。次4つ目ですね。上手にお金を使う。これ案外できてる人いないと思いますね。で、買い物をして、物質的な欲求を満たすよりも、体験や経験に出費した方が幸福度は2倍から3倍高くなると言われているんですよね。で、物欲を満たすためにお金を使っても満足度は一時的なもの。これ、ないですか？これ、俺、私、そうだわ。みたいな、ないですか？で、視覚聴覚感覚味覚嗅覚といった五感を使った新しい記憶っていうのは、これ意外とね色褪せない思い出として残り続けるそうなんですよね。で、例えば新しい仲間と旅行や家族でキャンプで行くなどに、お金を使うとですね、幸福度は数倍高くなると言われております。そしてある研究結果によると、自分のために1万円の買い物をするよりも家族や親しい人へのプレゼントに1万円分のお金を使った時の方が幸福度は非常に高くなると言われているんですよね。で、この時ね、脳内の報酬系と呼ばれている機能の動きを調べていると、プレゼントをもらった時よりもあげた時に強く反応することが分かっているということでね、エビデンスが出ているんですけども、まあ要はこのようにですね、幸福度が高い人はイベントなど体験などに、お金を惜しまない人だと言われているんですよね。そうで、これに関しては確かに僕もあこれわかるわって思ったんですけども、まあ、やっぱり夏の時期じゃないですか。で、僕普通のサラリーマンやってるので、夏のボーナスとかいただくんですけども、まあ、もちろん貯金しないといけない分は貯金させていただいて、フリーで使えるお金っていうのはまあ限定されてくるんですけども、まあ、自分のものなんか買おうかなとか、例えば YouTube の機材とバージョンアップしようかなとかいろいろ考えたんですけど、でもよくよく考えたら、あそうだよねと、今僕は使えるお金が多少あるんだったら、まあ、ちょっと奥さんにもプレゼント買わないといけないなと思って、これ案外僕ボーナス期に毎年やってるんですけど、まあなんか靴を買ってあげたり、服を買ってあげたり、ジュエリーを買ってあげたりみたいな、まあそのむちゃくちゃ高いものは買えないんですけども、まあ大体本当1万円ぐらいです。1万円かのちょっと超えるか、下回るかぐらいなんですけど、まあそういったものを買い物をする。で、それをまあサプライズとして持って帰るわけじゃないですか。嬉しいみたいなのをいただいたらめっちゃ嬉しいですよね、こっちも。そう、だから自分のために確かにお金を使うよりも、で、案外人のために使う方が満足度も高かったり、で、結構なんか、不完全燃焼とか結構皆さんあると思うんですけど、自分の買い物なんかストレス溜まったから買っちゃおうとか思って、僕結構あるのが、まあ僕自体は服が好きなので、じゃあ例えば T シャツ買うとするじゃないですか。じゃあその T シャツに合うボトムが必要になってくるじゃないですか。じゃあそのボトムに合う靴も欲しいな。じゃあトータルで合
合うカバンが欲しいなみたいな風になってくるわけなんですね。僕はね、僕のパターンはね。そう。ただ、でも、結局、どっかで、本当に欲しい、じゃあ高いものがあったとして、それを妥協して、安いものを3つ4つ買うよりも、本当は大きな1つを買った方がいいんですけど、でも大きな1つが買えないから、安いものを買ってるわけじゃないですか。で、その安いものを買うよりも、よく考えたら T シャツ買わなかったらボトム欲しいとか靴欲しいとかカバン欲しいにならないわけじゃないですか。それを僕は奥さんの服を買ってあげる、靴を買ってあげる、ジュエリーを買ってあげる、これで結構あ無駄な買い物しなくてよかったし、なお感謝されるんだと思ったら、あ気持ちいいなっていう風な実体験はあります。はい、では行きましょう。5つ目ですね。仕事を楽しむ。これね、非常に重要ですね。で、仕事に熱意を持てない人は、仕事に熱意を持っている人に比べて、2倍もうつ病になりやすいと言われております。で、95歳も過ぎても長生きしている人のデータを見ていると、平均80歳までは働き続けて、その 86% が仕事が楽しいとね、答えているという報告があるんですが、いささか強引な解釈にね、聞こえてしまいがちなんですけども、仕事を楽しむことが健康で充実した人生の重要な要素なんですよね。で、仕事が楽しいと思える人には共通する点がいくつがありまして、その中でも最も重要なのは、やはり自分の得意分野を生かすというね、ことなんですよね。で、自分の得意分野が、仕事に反映されることができれば、仕事にも愛着が生まれて効率が良くなって楽しんで仕事ができるようになりますというふうなね、ことを言われているんですけども、まあ、これちょっと若干違うかもしれないんですが、実体験なんですけども、仕事に熱意を持つと、目的ができて、そしてその目的を達成したくなる攻略意識ができて、で達成すると達成感を味わうことができて、すごく楽しくなってくるなっていう風に僕は感じたことがあるんですね。まあ実際今も感じてはいるんですが、そう YouTube とかもそうですね。再生数回ったら嬉しいよね、登録者数増えたら嬉しいよね、コメントいただいてグッドボタン入れたら嬉しいよね、こういうね達成感あると気持ちがいいですよね、やっぱりね。そう。そして、自分の得意分野を特に活かされると、まあ、要は下積みなく、いきなり、ちょっと上ぐらいがスタートできるわけじゃないですか。こういった、なんか、あ、自分ってこれぐらいできるんだっていう満足感とか、承認欲求とかが満たされるので、やはり得意分野を持つことも非常に大事だし、それを使いこなすっていうのも非常に大事ですよね。はい。まあ、とにかくですね、何事も適材適所。で、やっていかないといけないし、楽しんでやっていこうよっていうのは非常に大事だということですよね。はい、では6つ目ですね。有効な人間関係を築くということなんですけども、ハーバード大学の研究では、年収が100万円を超えても幸福度は 2%、たった 2% しか増えないということがね、判明しているんですけども、世界トップクラスの上場企業の CEO と、先進国の一般人の幸福度、実はね、変わらないって言われてるんですよ。そんなことあるの？大金持ちの人と。先進国の幸福そうな人ほとんど変わんないよ。満足とか変わんないんですよね。はい。そう、とにかくですね、まあ言いたいのは、要はお金はアイテムとしてね、人生を生き抜くアイテムとしては非常に重要なもの、必要なものだと思いますが、財産が多い少ないという状況は幸福度に関してはそれほど影響しないとね、言われているんですよね。で、ある調査によると、日々生活に幸せを感じている友人が一人ね、増えることで幸せになる可能性は 9% 高まるんですよね。すごくないですか、これ。幸せそうな友達が増えた。幸福度が 9% 上がる。ね、でも年収100万円を超えた。でも幸福度は 2%、ね、この差何なんだと、この 7% には何があるんだというふうに気になってくるところではありますが、まあ要はですね、ある程度年収があって経済的に余裕がある人
は、財産を増やすことに努力するよりも良き友人を増やす努力をした方がなお幸せな人生を送れるよということかもしれませんと言われてるんですね。要はじゃあ経済的に別に100万円年月収100万円じゃなくても年収がね100万円上がったとしても別にねそれ以上必要じゃ増やすことよりもねそれを共有できる友人ね増やそう、そっちの方が絶対いい。これでもね結構わかるんですよね。そうお金じゃないってよく言うんですけど、まあお金は非常に大切ですし生きていく上にも、最低限必要な額っていうのはありますし、そしてやっぱり持てば持つほど裕福になるね、欲しいものは全て買えるみたいな感じにはなると思うんですけども、買ってもさっき言った服と一緒ですね。僕 T シャツ買ったらズボンも欲しくなって、ズボンを買ったら靴も欲しくなったら次革も買うみたいな、こう連鎖ずっと続くんですよ。ずっと続くからそこで幸福度って上がんないし、なんだったらどんどん心は痩せ細っていく、貧乏になるよということなんですね。そうだからとにかくお金もまあある程度持っているんだったら、どちらかというとあなたたちが増やさないといけないっていうのは、いわゆるそれを共有できるお友達ですよね。ビジネス友達もそうですし、趣味の友達もそうだし、話の合う、まあ、彼女、こんなもそうですね。で、すごく共感できる、ね、奥様、こういったのとかもそうですよね。そう、とにかく僕が思うのは、まあ、実体験としてですよ。代名詞は先ほどお話しさせていただいているんですけども、まあ、友達でも夫婦だったとしても、趣味、考え方にどっかしらか共通点がないと、長いこと幸せで、お付き合いすることでき、長いことお付き合いすることはできないよね、と思うので、とにかくですね、分かち合うことですね。何かを分かち合う。そう、これって、自分自身も幸福度が上がる、そういった話だと僕は個人的には思っております。はい、最後ですね、7つ目ですね。人に親切にする。もうこれね、もう定番の言い方なんですけども、これ改めてお話していきたいと思います。はい、人や社会に貢献してつながりが増えると自己中心的な方、世界は崩壊して沈んだ気持ちから解放されると言われております。で、ある研究では人が人に親切にする方が幸福度を感じることはすでに、実証されています。さっきのね、人にプレゼントする方がいいよということですね。で、じゃあ例えばお金を自分のために使ったグループと人のために使ったグループは、後者の方、人のためにお金を使ったグループの方が幸福度が高くなるという、実験結果が報告されております。そして実は人に親切にするということは、親切を受ける側の人だけじゃなくて、善行を行った自分自身ね、自分自身を幸福にしている行動だと、捉えることができるそうなんですよね。で、例えばじゃあボランティア経験のある方は、将来自分自身にも期待を抱き、そして自己評価も高くなって、勉強へのね、さらなる学びをして、さらなる何かをしたいというふうに、学ぶモチベーションが非常に高いという調査結果が出ているそうなんですけども、人に役立っているというこの誇りね、誇りが非常に大事ということなんですけども、誇りがアイデンティティや向上心を生み出します。そしてこのことから自分のためにこそ、人を助けるというね、考え方も非常に重要であるということなんですけども、まあもちろんね、自分のためでもありますが、人のためにやる、そう、これってセットなんですよ。だから偽善だと思ってやるんじゃなくて、人のために何かするってことは自分のためにもなるんだと思って、行動していくことは非常に大事なんじゃないかなっていうね、風に、言われております。そして今回ですね、ご紹介した内容は、まあ要約してしまうとなんですけども、健康に注意し、そして人のつながりを大切にし、仕事に励み、人に貢献するね、これができれば、幸福になる最短の近道だと言われております。はい、では今回ですね、幸せな人が行っている7つの開運習慣というお話をさせていただいたんですが、まあ正直自分で話、これをねする前はこう思ってました。いや、そんなことあるかと、そんなことは偽善だと、ね、そんなことで開運になるわけない、ね、そんな風に思っている人間が
ね、開運になれますか。そしてこの動画を見ている人、間違いなく自分は開運したいと、ね、幸福になりたいというふうにね、思っている方が多いと思うんですけども、まずは一度試してみませんか。何でもいいじゃないですか。まずは人に優しくすることから始めて、それもできている人だったら、まあ、お金のことを考えるのもやめて、ね、人のためにお金を使ってみる。そして健康に気遣うね、睡眠時間をちゃんと確保して、穏やかな自分を保つ。これをやり続けると、もしかしたらさらなる開き、ね、開運につながるかもしれません。はい、では、今回ですね、7つの開運行動についての、動画を解説させていただいたんですけども、私の動画いいなと思います。ぜひチャンネル登録お願いします。そして、普段ですね、私、宝くじの、解説、そして、挑戦、これをずっとね、反復継続して繰り返しているチャンネルなんですけど、まあ、たまにこういったね、幸福系に触れた動画もやっているんですが、まあ、お前の当選期待してるし、お前もっと面白い動画出してくれ、面白い開運話も出してくれというね、方いらっしゃいます。ぜひ、グッドボタンだけでもお願いします。では、また次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴いただきましてありがとうございました。Just keep painting constellations.